今日途中で来てた方もおられるようでしたら、私が数えたところ36名いらっしゃいました。この3人大変嬉しいことだと思います。一言何か教えたいことありませんか？集会とデモだけでなくてですね、ぜひステージの方 も、 もうほとんどプロに近い、プロあるいはプロに近い人たちがやりますので、ぜひおいでください。で、この日は全国あちこちで無集会が北海道からも九州一番遠いところまで、みんなあちこちで集会とかが企画されてますので、宮崎は宮崎で一緒に盛り上げたいと思います。で、今ですね、鹿児島県とそれと熊本県、特に仙台原発の地元というところで、やっぱり足並みを揃えて、メッセージ交換なんかもやっぱやっていこうという形でずっと連絡を取り合ってます。皆さんぜひよろしくお願いします。で、子どもさんとかね、お母さん連れなんかでも少し楽しめるようにできるように企画してますので、ぜひ皆さん一緒に誘っておいでください。よろしくお願いします。どなたかいらっしゃいませんか？誰も言いませんか？じゃあお願いします。仙台原発再稼働反対、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 再稼働反対。はい、第31回原発再稼働反対ウォーク、無事に、終わりました。今回は、主催者発表、参加者が、36人ということでした。またね、今後ね、明るくなっていくと、参加人数も増えていくんではないかなというふうに思います。途中 au の 4G LTE の回線の状況で何回か途切れました。申し訳ございません。またあと後ほど、記録用の、ハイビジョンサイドの動画を YouTube の方にアップしますんで、そちらをどうぞ、ご覧ください。それじゃあ、そろそろ、中継の方を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。